そう遠くない未来、凶悪犯罪の増加に対し、政府は新たな司法システム、助審裁判を導入した。弁護士と検事の直接対決、わずか3日で判決を下す制度である。裁判所はいつも犯罪者の大行列だ。なるほど弁護士、もたもたされては助審裁判を導入した意味がないじゃありませんか。私のやり方は法に触れるものではない。裁判長、こんな記録聞いてません。異議あり。異議あり。千尋さん、綾里って霊媒師の一族なんです。私見習いだからまだ思い通りにはいかないんですけど。これは被告人の確かな証拠だ。あの人そんなにすごいの？40年間無敗だって。ずっと前から追っていた事件があって、重要な証拠が手に入ったの。それをあなたに手伝ってほしいの。三剣玲治容疑者逮捕です。この事件と千尋さんの事件はつながってる。陰で操ってる奴がいる。こじつけだ。異議あり。かつてない法廷バトルが今幕を開ける。決定的な証拠です。この中の嘘を見破れ。逆転裁判。くらえ。